ユカイアの国際移動観測所、1909年、国際移動観測所は、北緯39度08の同一位線上に並ぶ、形で建設された6つの天文台である。国際移動観測所は、地軸の微小な振動運動の結果生じる誤差を、測定するために建設された。地球の再三運動や、地軸の微小な振動運動とその移動測定への影響などを研究するため、 1899年にアメリカ合衆国沿岸測地測量局により国際移動観測事業が立ち上げられ6つの独立した観測所が北緯39度08線上に設立された6つの観測所を同じ井戸上に並べて同一機種の測定器で測定を行うことで統一したデータ解析ができるようにしていた プログラムでは12の星軍について研究が行われた。観測所では毎晩あらかじめ決められたスケジュールに沿って配分された星軍の観察を行い、互いの観測所で得られた観測データとの比較を行っていた。経済面の悪化や戦争などの原因により、観測所のいくつかが閉鎖されたため、第一次世界大戦後、現在のウズベキスタン領内に、 新しい観測所が建設された。1962年には国際天文学連合と国際測地学地球物理学連合により国際局運動観測事業へと事業が拡大され観測データを提供する観測所も30以上へと増加した。コンピュータ技術が発達し1982年に人工衛星による観測が井戸観測所での観測にとって変わるまで 国際移動観測所は機能し続けていた。国際移動観測所で長年にわたって収集されたデータは現在も科学者の間で利用されており、極運動や地球の物理的性質の研究、気象学、衛星追跡や航行など様々な分野に応用されている。最初に設定された観測所は以下の6つである。最終的に残った6つの国際移動観測所の位置は、 以下の通りである。ありがとうございます。